皆さんこんにちは、今更チャンネルの春菜です。今回はちょっと今日今ですね7月28日木曜日の17時半なんですけど、これから準備して車で新潟の苗場に向かって3日間フジロックを楽しんでまいります。もう今ワクワクが止まらない状態なんですけど、せっかくちょっと荷物を用意していくので、実際に私がキャンプフェスの時に持っていくアイテムっていうのをご紹介しながらちょっと準備していこうかなと思ってカメラを回してみました。はい、フジロックは多分アップする時終わってしまってるんですけど、他にキャンプに行く時のご参考にしていただいたり、そういう泊まるフェスに参加する時のご参考になればなと思います。そういうのに参加しない方も、私が普段使ってるアイテムでなかなかこう普段登場しないものとかもあると思うので、よかったら参考にしていただけると嬉しいです。ということで、ちょっと時間がないのでサクサクとご紹介していきたいと思います。ということで、まず大きく4つに分けて、私はノーションに持ち物リストみたいなのをちょっとこんな感じで作って、多分あんま見えないけど作ってるんですけど、それが、キャンプ用品、それから生活用品、あとはフェスの中で持ち歩くアイテム、そして最後が食べ物とか食料類っていう感じの4つのジャンルに分けて準備していますので、まずは、キャンプ用品からご紹介していこうかなと思います。ということで、まずキャンプに絶対必要なのがテントなんですけど、テントはちょっと車ラングラーの方にすでに載せているので今ここにないんですけど、ちょっと写真載せておきます。スノーピークのアメニティドームの S を私は使っています。アメニティドームはすごく中も過ごしやすいですし、組み立てやすいですし、撥水性も高いのですごい雨が降っても大丈夫ですし、でしっかりペグで止めておけば飛ばされることもないし、あとは前にちょっと前室っていうんですけど、こう跳ね上げておけばタープ張らなくってもちょっとテントの外で椅子を置いたりしてくつろぐ場所が作れたりするので、すごくお一人の方とか2人ぐらいまで、大人2人なら寝られるのでおすすめです。はい、こちらがテントですね。それから、はい、寝袋はこちらのネイチャーハイクのアイテムを使っています。すごく軽くて、車じゃない時とかもこうリュックにつけて持ち歩きやすいっていうので結構愛用しています。それからマットですね。寝袋だけだとやっぱ床が硬かったりするので、マットはこちらのモンベルのエアーマットを使っています。空気をシューって入れて使うと本当に寝心地がいいので、これもおすすめです。あと私は絶対キャンプの時このインナーシュラフっていうのを持って行ってて、寝袋の中に入れて使う、本当に寝袋の1個前に布にくるまるみたいな感じで使うんですけど、これよく海外旅行行く時とかもちょっとベッドが汚いかもっていう時にインナーシュラフ使って寝るっていう方もいるぐらいなので、結構夏のキャンプの時はもうマットの上にこれだけで寝れちゃったりするので、私はこれもセットで持ち歩いています。なのでこれらが寝る時セットですね。であとはそのマットに空気入れたり抜いたりするのに、こちらの電動エアーポンプを使っています。これちょっと載せておくんですけど、こう電源を押すとこんな感じで、片方は空気を吸い込んでくれて片方は空気を出してくれるので、使うときは空気出して使って、で空気抜きたいものがあるときは逆にこっちから空気を抜くみたいな感じで、すごくそのマットの準備とか片付けが楽になるのでこれおすすめです。それからテントを組み立てるときに絶対に重要なのがペグとハンマーなんですけど、ペグはじゃーん、こちらのスノーピークのなんだったっけ、ソリッドステークってやれるようなペグを使っています。かなり丈夫で硬いところでもしっかり刺さってくれるし、すごくしっかり固定してくれるので、もういつもこのペグを使ってますね。でハンマーもこちらのスノーピークのハンマーを使ってます。年季が入ってきてますが、はい、これはもうキャンプ行く時には絶対に外せないアイテムです。あとは新聞紙なんですけど、これはキャンプフェスの時って本当雨がやっぱりすごい降ったりして、こういろいろと濡れたり靴の中に入れたり、こう物を乾かす時に使えるので必ず持って行ってるのと、あとこちら、これは洗濯セットなんですけど、これも海外旅行とか行く時も必ず持っていきますね。こんな感じで組み立てられるんですけど、普段はこうやって畳んでおけばすっごくコンパクトなのでおすすめです。これちょっと URL 貼っておきます。この中いっぱいハンガーと洗濯バサミとロープも一緒に持ち歩いているので、これでどこでも
濡れたものを干しておくことができるので、特に雨が降りやすいキャンプフェスとかの時はおすすめですね。それからライト、キャンプの時は絶対ライト必要なんですけど、ライトは私いくつかちっちゃいものを持ち歩いてて、一つがこちらのルーメナ、これ家でも普段使ってるんですけど、これぐらいのサイズ感のライトです。つけてみるとこんな感じでこう光を調節できて、さらにこう充電器としても使うことができるので、まあ、1個あるとすごい便利ですね。あとはソーラーパフっていうもので、これすっごく薄くなって可愛いライトなんですけど、パッて開けてこう電源を入れると、はい、可愛くないですか、こんな感じで。でこれはソーラー電池になってるので、特にフジロックの間とかあんまり充電できないので、こう晴れてる時に外にこうテントにつけておけばまた夜には使えるっていうところがすごく便利で気に入ってて、これは2つ持ってます。あとこのちっちゃいライトですね、これちょっとどこのだろう、概要欄に載せておくんですけど、これも、こんな感じでライトになる、色の温かみも変えられるし、これも一応こんな感じで充電器としても使えるようになってるので、1個持ち歩いておくと便利だなと思って持っております。これらがライト類。それからキャンプの時の虫対策系もこのジップロックにまとめて持って行ってるんですけど、一つはこれです。絶対必要、蚊がいなくなるスプレー、アースオスだけノーマットですね。これシュッシュッシュってテントの入り口とか中にピッてやっておけば、全然テントの中に虫蚊が入ってこなくなるのでおすすめです。あとこれは蚊取り線香なんですけど、普通の蚊取り線香より強めのものなので、これを入り口に置いて常に焚くようにして虫が出ないようにしてます。私虫めっちゃ苦手なので。であとこの蚊取り線香器はこのダルトンのものを使っています。こんな感じで広げてここにピッてやって、ここに蚊取り線香を置くだけなんですよ。可愛くないですか。これ本当に普段から蚊取り線香もしお家で使ってる方とかいれば、そんな方にもおすすめです。以上が虫グッズですね。 あとはスピーカー、スピーカーはこちら昔 Amazon のセールで買ったんですけど、エワって読むのかなっていうもので、見てください、こんなちっちゃいんですよ。でもしっかり Bluetooth で接続すると音を出してくれるので、テントの中とかで少しくつろぐ時とかに音楽流して使いたいなと思います。あとキャンプ道具で言うと、あ、椅子ですね。椅子はこちらのヘリノックスのタクティカルチェアを使っています。これはテントのところでくつろぐ時に使おうと思います。あとテーブルは2個持っていくんですけど、こちらのスノーピークのテーブルです。これ普段家で植木鉢を置いて使ってるんですけど、じゃーん、こんな感じで、はい、もう一つテーブル持っていくんですけど、それがこちらのヘリノックスのテーブルです。これもうこんな感じで天板と足がついてるので、これ組み立てるだけで、すごくテントサイトがおしゃれになるのでおすすめです。で、良かったものでも紹介したんですけど、これすごいお気に入りなのでこれ持っていきます。あとはキッチンアイテムなんですけど、キッチンアイテムはこちら普段すごい勢いで湯を注いでいるスノーピークのケトルです。フジロックとかフェスキャンプの時って、まあ、お湯沸かす以外にあんまりテント内で料理しないので、お湯沸かすのとコーヒーが飲めるっていうアイテムだけ持ってきますね。とこのスノーピークのチタンマグです。かわいい。これこのまま火にかけてもいけるのですごく便利です。それからこちら火沸かす用のガスバーナーは外のガスバーナーで、あとコーヒー入れるのにこちら、あー、どこのか忘れちゃった、これコーヒーを引く、豆を引くためのやつと、これもジップロック入れてるんですけど、これはスノーピークの、あ、やばい、なんて言うんだっけ、こういうここにフィルターをつけてコーヒーの粉入れて、でコーヒー作るやつです。ごめんなさい、正確名称を忘れてしまいました。もうこの辺はね、完全に雰囲気の自己満なんですけど、このお湯を注ぐケトル、コーヒー注ぐ時のケトルはスターバックスで買った、目黒のスターバックス行ってゲットしたケトルです。で、まあ、あとはいざという時のためにこの小物類も持っていくんですけど、これもスノーピークのシェラカップ、まあ、何かとあると便利なので一応持っていくのと、こういうお箸とスプーンのセットとか、こういうのも一応忍ばせていこうかなと思います。あと
ちゃんとガスも忘れずに持っていきますね。ちょっとそのテントからお水汲みに行くのめんどくさかったりするので、この水タンクも持って行ってます。これはどこで買ったかな、ダイソーで確かゲットした水タンクだと思います。コンパクトなんですけど、しっかりこれ蛇腹をババって広げてお水を入れることができます。あとこれテント用の鍵ですね。これはもうセリアで買ったんですけど、こうやって取り付けておける鍵を一応テントの中とか荒らされたら嫌なので、いつもキャンプ行く時には必ず鍵は持ち歩くようにしてます。これ3個ぐらい常備して使ってます。はい、ここまでがキャンプ用品です。ちょっとそのフジロックとかキャンプフェス行く時はタープを立てないっていうのがいつものキャンプと違うのと、お料理をそんなにしないのでキッチンアイテムをそこまで持ってかないっていうところが一番大きい違いになるかなと思います。 あと焚き火のアイテムも持ってかないので、その3つが普段のテント立てる時との荷物の大きな違いですね。はい、続いてイベント中に持ち歩くものをささっとご紹介していくと、まずカバンはなんですけど、こちらのまずリュックですね。これノースフェイスのリュックなんですけど、ポケッタブルの普段めちゃくちゃちっちゃくしまっておけるタイプのものなんですけど、そういうのだとすごい軽いので、普段私アークテリックスのリュックとか使ってるんですけど、そういうのだとやっぱり重たくなっちゃってずっと長距離移動いろいろしてると疲れちゃうので、こういうリュックを背負りますっていうのと、で絶対に肌から離したくないものみたいな、お金とかそういうのはこっちのアークテリックスのウエストポーチをこうやってつけて使います。で中身はまず絶対必要なのがレインウェアですね。私は、アウトドアのレインウェア、ブラックのものを使っています。もう絶対雨降るのでこれは必需品と、先に言っておくと私すごい心配性なんで持ち歩く相手もめっちゃ多いと思います。であとはゴアテックスですね。私は青色のこのゴアテックス使ってるんですけど、のレインウェアですね。あとさらに持ってるのが私これですね、ポケッタブルのユニクロの UV カットのパーカーです。これは雨とか降ってなくってもやっぱり待ち時間長かったりしてすごい日差しが気になったりするので、もうすでに黒いんですけど、ちょっと一応日焼けを気にして持ち歩きますね。あとこちらイエティの缶クーラー、ごめんなさいちょっと使い古せて汚いんですけど、これはキャンプ動画でもよく登場してるんですけど、ビールとか飲み物がぬるくならないので持ち歩きます。であとこの外のテーブルなんです。これすごい軽くって持ち運びしやすいので、こういう感じでテーブルになります。朝から晩までテントに戻らず、ずっとその会場にいて、でご飯食べたり飲んだりとかするときに、なんやかんやちっちゃいテーブルあると便利なので私は持ち歩いています。あとはこのやっぱり暑くなるので、このマイナス3度の汗拭きシートと、最近ハマってる顔の汗のシート、この2つ普段から使ってますね。あともう1つこの最近ハマってるのが極寒タオル、さらにまたこの極寒スプレー、最近こうやってシューってしたら涼しくなるので、こういうのも欠かさず持っていきます。あとはサングラスですね。サングラスはいつも使ってる、これちょっとどこのか忘れちゃいました、これお気に入りで持っていきます。あとはこちらちょっとまた URL 貼っておくんですけど、レジャーシートなんですよ。サイズもちょっと概要欄に貼っておこうと思うんですけど、割と寝っ転がれるぐらいのサイズ感の真っ黒のレジャーシートです。さらにこんなにちっちゃいのに一応ペグとかもついてるんですよ。やっぱりレジャーシート1枚あるとちょっと疲れたら横になったりとかもできたりするので、これも必ず持ち歩いています。あとはゴミ袋ですね。虫除けアイテムですね。パーフェクトポーションアウトドアボディスプレー、なんかいい匂いの虫除けスプレーと金柑、これは持ち歩いてます。あとはティッシュとウェットティッシュ、それからこのなんか消毒液とかバンドエイドとか、あと頭痛薬とか、こういうものをまとめて入れておく。あとこれヘッドライトですね。暗い道歩いたりしなきゃいけなかったりするのと、トイレとかやっぱ手が使えなかったりすることも多いので、こういうのをこうやってつけたり首にかけたりして使えるので、ヘッドライトも必需品ですね。あと日焼け止めですね。日焼け止めはちょっと私はこのスキンアクアのモイスチャージェルと、あとこれラポッシュロゼのスプレータイプの日焼け止めです。これ顔にかけたり頭にかけたりできるので、この組み合わせで持っていきます。あと暑いから携帯扇風機も、これ無印のものを持っていきます。
あとはこちら、これ妹たちからプレゼントでもらったんですけど、ハーバリズムのハンドウォッシュ。そう、やっぱり手洗う場所に石鹸とかないのでハンドウォッシュ絶対必須ですね。それからいつも持ち歩いている携帯充電器。充電器はこれ以外にももういろいろ過去に使ってたラブパワーのものとかアンカーのものとかいっぱい持ってきます。4泊ぐらいするのでこれで多分こと足りると思います。あともうお財布はこの私キーウのミニポーチに全部お金とカード入れてて、前に私フジロックで財布落としたことがあって、それからしっかりもうこのカバンについてるなんていうんですか、カラビナで取り付けて、もう絶対ここから外すことないようにしようっていうのと、あとはいざという時のために財布の中にこちらですね、じゃーん、エアタグを入れておこうと思います。 あとは何かあった時のためにいつものナノバッグですね。あとはいろいろと Vlog 撮ろうと思ってるので DJI ポケット、はい、だいたい持ち歩くものはこんな感じですかね。あともうその当日中は私はずっともう長靴で過ごすんですよ、どうせ雨降っちゃうので。長靴はこちらの野鳥の会とかっていうところの長靴を使ってます。こんな感じですごくコンパクトになるのでおすすめです。折りたためるのいいですよね。こんな感じです。帽子はこちらのノースフェイスの、これもゴアテックス素材のものです。こんな感じでいますよね、こういう人フジロック使おうと思います。だいたい、はい、だいたい持ち歩くものはこんな感じです。あとは普通に生活用品系をこのお気に入りのノルディスク、アウトドアブランドですね、のカバンに入れていくんですけど、まずはよいしょ、こちらのいろいろ日用品セットです。これダイソーで買ったお気に入りのカバンなんですけど、コンタクトとか、あとちっちゃいあの美容液とかオイルとか、あとはシャンプーとかそういう体洗う系もこっちのネットに入れてて、歯ブラシとかメガネとか、メガネケースは無印、あこの歯磨きケースも無印、あとちょっとお風呂入れない時もあるので水のいらないシャンプー、あと化粧品、それからそうだ、多分日焼けすごいしちゃうのでポーラのホワイトショット飲む日焼け止めです。これをちゃんと使おうと思ってるのと、あとまあオールフェイスのパック類ですね。多分日焼けすごいするのでこれもしっかり保湿した方がいいなと思って、だいたいそんな感じです。マスクはこのスマートカラーのものを持っていくでしょ。あと湿布もうものすごい歩いて疲れるので一応持っていくのと、こちらの休息時間も足が疲れるので持ってきます。あと一応固定、電源がないので固定今回買ってみました。こちらじゃじゃん、すごいコンパクトでブラックの色味可愛いですよね。しかも3段階の温度調節もできるので、で1回充電しておけば120分分ぐらい使えるみたいなので3日間だったらいいかなと思って、なんかサウナ最近行ってるんですけど、サウナ行った後にそのまま出かけたい時とかにもうこういうのあれば電源使わなくていいから便利だなと思って買いました。また URL 載せておきます。あとはやばい時間なくなってきた、お洋服類と食品系なんですけど、お洋服系はもう私フジロックの時はだいたい T シャツとこういうアウトドア用のパンツ、これ可愛いんですよ、パタゴニアのピンクのやつなんですけど、こういうアウトドア系のこう濡れてもすぐに乾くので、こういう T シャツ、これは大好きなゆきちゃんの T シャツなんですけど、ゆき出ないんですけど、こういうのとかこういうフジロックの T シャツとか、こういう T シャツ系を 5,6 枚持って行って、それとこのアウトドアのパンツと、もう絶対タイツですね、こういうアウトドアの時に使える、運動とかする時にも使えるタイツっていうのが、やっぱりめっちゃ虫が多かったりとかするのと日焼けも気になるので、ちょっと全身守って動きやすい方がいいので、このこういう服装に長靴履いて、でさっきの帽子かぶってみたいな感じで行きますので、でお洋服系はちょっとかさばるので100円ショップで買った衣類圧縮袋に入れていきたいと思います。こんな感じではい、こんな感じで私は1日ずつの分をセットにしてしまっていきます。お洋服準備できたら、あとは食品系なんですけど、食品系はまずは絶対忘れてはいけないのがコーヒー豆ですね。これスターバックスで買いました。カティカティブレンドと東京ロースト、有名なやつですよね。あとはなんか
何かとそのフェスのご飯ばっかり食べようと思うと並んじゃってたりとか、こうサクッとつまめるものが欲しいなみたいなことあるので、こういうカキピーとかジャッキーカルパスとか、こういうなんかチーカマとかこういうのを持っていきますね。あと熱中症とかなるといけないので、こういう塩飴みたいなのも持っていくのと、夜中小腹空いた時のためにカップヌードルとか、あと昨日セブンイレブンでいろいろ調達したんですけど、こういうユッケジャンスープとか鶏雑炊とか豚汁とか買いましたので、こういうものをいろいろと持っていきたいと思います。はい、ということで、すいません、時間なくってかなりバタバタしちゃったんですけど、今からフジロックに向かいたいと思います。ということで、また次の動画でお会いしましょう。では運転頑張ってきます。行ってきます。Looking into each other's eyes.